中日アキイの見極め終了か。ビシエドと入れ替えの可能性も。4月29日 DeNA 戦に7番レフトでスタメン出場したアキイの選手ですが、第1打席はセンターフライ、第2打席はショートゴロに倒れると、中日が4対2と2点リードした6回表の守備から守備固めの加藤翔平選手と交代する形で退きました。これはアキイの選手の見極めが終了したという立浪監督からのメッセージではないかと私自身は感じています。その理由について見ていきましょう。理由1、6回という早い段階での交代。現在2連敗というチーム状況、さらに DeNA には3連敗中という、何としても勝ちたかった立浪監督の思いももちろんあるとは思います。しかしこれまで打席数を与えられていたアキイの選手はスタメンで出場すれば少なくとも3打席はチャンスを与えられていました。それにもかかわらず今回6回から守備固めの加藤翔平選手と交代させられたということは、アキイの選手を1軍で使うことの見切りをつけたサインなのではないでしょうか。理由に、来週からは月が変わり5月になる。これは理由というほどのものではありませんが、よくても悪くても4月いっぱいは新外国人を使うということを耳にします。立浪監督は固定観念をとても重視する監督であるため、このこともあり4月中はアキイの選手を使い続ける腹積もりでいた可能性もあるでしょう。そしてこれ以上負けてしまうことはペナントレースを諦めざるを得ない状況に陥ります。結果の出ないアキイの選手を見切るタイミングとして、この月替わりのタイミングというのはギリギリのラインと言えます。それではアルモンテ選手やカリステ選手はどうなるのでしょうか。その点も見ていきましょう。アルモンテ選手とカリステ選手については2軍選手との入れ替えはないと思われます。まずアルモンテ選手は立浪監督が打撃技術を非常に高く買っており、代打の切り札として期待しているため今後も1軍で使っていくと思われます。さらにカリステ選手もビシエドよりも打つと立浪監督の評価が高いことに加え、今回リューク選手が2軍降格となり二遊間の選手が1人減ってしまいました。内野のバックアップという点から内野のどのポジションも無難に守れるカリステ選手を2軍に落としてしまうと内野の控えが乏しくなってしまうため、今回2軍に行くことはないでしょう。このことからもビシエド選手と入れ替わりがあるとすれば、アキイの選手の可能性が非常に高いと思われます。それではビシエド選手昇格後のスタメンはどうなるのでしょうか。1番センター岡林、2番レフト大島、3番ライト細川、4番サード石川、5番ファーストビシエド、6番セカンド福永、7番ショート村松、8番キャッチャー木下、9番ピッチャー、このような打順を組むことができます。レフトの新外国人やショートのリューク選手でブレーキになることがどうしても多かった打線ですが、この新打線だと切れ目のない良い打線に仕上がっていると思います。個人的にビシエド選手を1番で使うのも面白いと思っていますが、おそらくはこのような打順に落ち着くのではないでしょうか。ただしアキイの選手が2軍で調子を上げ自慢の長打力を発揮することができれば、それは今のドラゴンズにとって最も必要なピースです。アキイの選手にも引き続き期待を抱いています。頑張れアキイの選手。このチャンネルではこれからも中日ドラゴンズに関する情報や考察の動画を上げていく予定です。少しでもいいと思ったらぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。またご意見等お気軽にコメント欄に書き込んでください。ご
視聴ありがとうございました。